亀梨和也、宮舘涼太、ドレミファドン、二発参戦、ミスタードレミファドン、中山秀幸、いつにも増して盛り上がりました。フジテレビは2024年1月4日午後7時から、昭和平成令和の名曲ベストヒット166から出題。新ドラマ俳優対抗ドレミファドンを放送する、カトゥーンの亀梨和也、スノーマンの宮舘涼太が初参戦することが24日、発表された。クイズ、ドレミファドンは、世代を問わず家族みんなが楽しめる内容で、40年以上にわたって国民に愛され続ける音楽クイズバラエティ。今回は、この冬フジテレビ系で放送されるドラマに出演する俳優陣が一堂に会し、様々な音楽クイズに挑戦する2時間スペシャルが放送される。ミスタードレミファドン、こと中山秀幸の司会のもと、月9ドラマ、くんが心をくれたから、1月8日スタート、月曜午後9時、月10ドラマ、春になったら、1月15日スタート、月曜午後10時、水10ドラマ、婚活千本ノック、1月17日スタート、水曜午後10時、木曜劇場、大奥、1月18日スタート。